五冠末期、長く続いた漢王朝はその終焉を迎えようとしていた。蛇郷の跋扈、宦官の専横、逆進の暴威、あまたの災禍が天下を覆う。これを正すべく各地に英雄たちが立つ。孫権、あざなお文代、兵法家孫子を祖に持つ彼もその一人である。孫権は逆進董卓中伐に際し、洛陽であるものを手に入れた。天下を滑る者の証、伝国の玉児である。しかし明族袁紹がこれを知り、孫権は追われることとなる。孫権は袁紹と反目する袁術を頼り、その野心の手から逃れた。袁術は庇護の代価として上陽の劉表攻撃を孫権に命じる。孫権の子である孫策、孫権、孫昌公、そして腹心関東、高騰の虎孫権の軍がその武勇で運命を切り開く。がん、どうかしたか、カット。いえ、今旗竿が風でポキッと。いや、少々縁起が悪いなと。細かいことを気にするやつだ。戦場でのお前とは別人だな。心配いらねえぜ。風がどう吹こうと、俺たちはそれに負けねえ勢いで突っ走ればいいな。あ、ケン。ええ、今は我ら烈風となって流氷を打つのみ。大丈夫よ、父様も兄様たちもみんなも強いんだから。はあ、まあ皆様がそうおっしゃるのなら。うん、お前の働きにも期待しているぞ、関東。はあ、本家の虎たちよ、この層が流氷に見舞ってやれ。まずは眼前の敵将兵を叩く。皆気を抜くなよ。将校は俺についてこい。中央を突破するぞ。こんなところでは死ねん。撤退する。もう父様すごすぎるわ。これじゃあ私の力を見せられないじゃない。ははっ、じゃじゃ馬め。だが俺自身かけるものを抑えられるのだ。一人でのこのこ現れるとは後悔しても遅いぞ。田舎武者の軍など恐るるに足り、守りを固め迎撃に専念せよ。者ども突撃せよ。奇声を上げて攻めかかるのだ。よし、次は常陽城を包囲せ。砦を制圧せよ。包囲が完了次第常陽城を強襲する。東方前の敵を押し出すぞ。策の練り直しだ。我敵倒せ。兵を隠してやがったか。なあ、落ち着いて対処するんだ。
強い。そして今玉璽だって持ってる。なら天下を取ってもおかしくねえ。なんで親父はそうしないんだよ。拓也将兵が俺の天下を取るのにかかれば玉璽を掲げどうもって乱世を制する。だが我ら僧侶は官室に仕えるもの。そのような道を行ってよいのか。よし、うまくやったぞ将校。破れようと敵将討ち取った。一人でのこのこ現れると後悔しても遅いぞ。内部を強襲せよ。準備を急げ。よし、ここは俺の見せ場だな。城に乗り込んで敵を慌てさせてやる。さすが目立ってらっしゃる。破れたというのか。皇子様の仇何としても取らねば。一度引き孫権の隙を伺うのだ。ああ、敵が入り込んだぞ。助けてくれ。このままじゃやられちまう。門を開けろ。ここに逃げるんだ。ような無様を晒すことになるとは。よし、敵は混乱したな。今の俺も目立ってるよな。このままでは大将殿が危うい。幽玄に向かうのじゃ。発祥は成功した。よし、いくつか我らの勝利だ。おやじ、父上。父様。皇祖様の敵。なんてこった。やっぱり今日の風は。そんな、
してくれるな。父上、まさかこんなものに命を救われようとはな。落葉で拾った玉璽ですか。しかし勝ちに浮かれて増兵の矢を受けるとは、俺も衰えたか。策、うわっ、孫文大は今ここで死んだ。これより孫強はお前が束ねろ。ちょ、何言ってんだ親父。明日を開くのは若き者の役目だ。思うままにかけてみよう、策。高等の虎たちは劉表を城陽から追うことに成功した。この時孫権は若い世代の勇飛を確信、長子孫策に家督を譲る。戸惑う孫策、しかし孫権はその大気たるを見定めていた。6年前、領州で偏将関水らが蜂起、朝廷は董卓にその鎮圧を命じる。しかし董卓はこれに苦戦、朝廷は孫権に董卓の支援を要請した。ここで功を挙げれば朝廷にも孫家の武勇が認められる。孫権は要請を快諾すると、自身の子らを連れて軍を進めた。高等の虎孫権、勇猛にして快活なる長子孫策、底知れぬ大気を秘める次子孫権、そして愛娘孫昭公。今を遡ること6年前、虎の親子は領州をかけた。休養期、孫昭公、いざ出陣なんてね。親父、この戦なんなんだ。俺たちはあの董卓なんてやつを手伝うのかよ。あいつ自分の兵を出し渋ってんだぜ。戦う気なんてこれっぽっちもありゃしねえ。そう言うな。領州の言う偏将関水を退ける、それは落葉から命じられたことだ。なるほど、落葉、つまりは帝の命と同じことなのですね。うん、剣の言う通りだ。故に我ら官室の部門として戦うのみ。ち、なんだ、親父も剣も堅苦しいぜ。ああいい、董卓のことは忘れるぜ。俺たちはただ戦って、そして勝つだけだ。それでいい、策。それこそが我らの本分だからな。さあ、行くとしよう。孫家の部、領州に刻んでやるのだ。我々は参謀から敵を攻め立てる。孫後の戦、領州の武人たちに見せてやろう。左、将校は右の敵に当たれ。策は上と中央の敵を叩く。これが戦場か。よし、私も頑張らなくちゃ。私がお守りいたします。ですがあまり無茶はなさいませんよ。あと少しで押し切れたというのに、弟のイノシシ武者が出しゃばりよって。第二陣、進軍を開始せよ。戦力を正面に集中させて突破するぞ。力を一点に集中させてきた。正面からの力をすれば
ちらが不利となるな。よし、俺とサクで敵の攻めを受け止める。その間に剣と将校は敵の裏へ回り込む。ダメだ、どうしようもねえ。現れるとは面白い。血が相手になってやる。うわぁ、敵だけが後ろからも攻めてきたぞ。攻撃は成功したようだな。いや、よくやったぞ。敵も少しは兵法を知るようだな。しかしそれ式で俺たちは崩せんぞ。崖の上下より洞窟へ入り敵を迎え撃つ。じゃあ俺たちが崖上から洞窟に入るな。いや、入れてくぞ郊外。おうよ関東、孫家の部たっぷり味わわせてやるわ。さて、やるとするか。おい、なるべく派手に戦わせてくれ。さあ、この高校服が相手よ。命知らずからかかってこいや。その首、もらい受ける。なんという武勇。敵将討ち取って。できたな。みんなよくやった。我こそは馬毛騎、大将首は俺がもらい受ける。バカだけにいい格好させられないよね。よし、俺たちも敵本陣へ突撃だ。この力、今こそ示す時。我らも馬超たちに続け。敵が一斉にこちらに向かってきておるぞ。ファスタとわしを守りに来んのか。何よあいつ、自分でも気にしてないくせに。でも総大将なのよな。守るしかないか。
君みたいな子と戦うなんて。乱世って本当に悲しいよ。うわー、確かに言った感じの人ね。でも手加減はしないわよ。よし、ここらでよかろう。一度身を潜めるぞ。関東、いい働きだ。普段は目立たぬお前も戦場では頼もしいな。殿、ありがとうございます。けどやっぱり俺普段目立ちませんか。素晴らしいご活躍、お見事です。それがしがお相手です。ロープ変身をかく。どうにもならん。敵将打ち取った。わしに逆らう者を皆殺しにするのだ。全軍敵本陣へ進め。引くしかない時もある。もらい受ける。いざ。そう、敵陣を一気に粉砕する。いいぜ将校、その調子だ。領州での勝利から6年、孫家の若者たちはたくましく成長した。故に今孫権は時代を開く若き虎へとその道を託す。家督を継いだ孫策は勝利の法とともに炎術のもとへ帰還する。しかし炎術は功をねぎらいもせず、5年もの間孫策を飼い殺しにした。このまま炎術のもとにいては虎の牙が抜け落ちる。危惧した孫策は伝国の玉璽と引き換えに身の自由を炎術に要求。炎術は2つ返事でこれを承諾。孫策は自らの戦いへと踏み出す。まずは本拠を得るため扶蘇伝来の地五軍を清算。孫策とその友周瑜は自分たちの時代の到来にたぎる。それを見つめる孫権と縮小郊外も若き虎を支えんとたける。江東五軍に熱き虎たちの方向がとどろこうとしていた。勝利の調べを奏でん。悪いな周瑜、俺たちの戦こんなところからになるとはな。
いや、孫作、私はむしろ嬉しく思う。孫権殿の地盤を継ぐのではない。君と私とで一から天下に乗り出すのだから。ありがとうよ。やっぱお前がいてくれると頼もしいぜ。さあ、まずは寄って立つ地を得よう。そしてそれはやはりここ五軍であるべきだ。ああ、ここは俺たち孫家ゆかりの地だ。今は他の奴らが割拠してるけどな。それらを倒し、孫家の名を轟かせる。五軍の民は喜んで君を迎えるだろう。だな、やることは分かってるんだ。あとは突っ走るだけだぜ。剣や関東たちもすぐに来てくれる。さあ始めようぜ、俺たちの戦いは。祭り王城の敵はこもって出てこないか。拠点を落とし揺さぶりをかけるとしよう。わしは兵糧庫を落としに行こう。地味な役目は若者には退屈だろうからの。敵はまだ防備を固めきっていない。迅速な攻めが上策だろう。おお、任せとけ。拠点ぐらい速攻で落としてやるぜ。君がいれば何も案ずることはなさそうだ。敵が来たか。こんな時太子寺殿がいれば。太子寺は勇猛な将軍、奴を出さぬ。竜王殿はなぜ太子寺殿を出さないのだ。このままでは我らは。これ以上敵を放ってはおけん。すまぬ竜王殿、太子寺に出る。太子寺、待機を命じたという。私に恥をかかせる気か。お前が太子寺か。さあ俺と楽しもうぜ。太子寺に入る。ご助勢くださるか。このご恩は策にてお返ししますぞ。ここだ。俺の腕だ。ここは一度引き体勢を立て直さねば。勝手に出たのに負けよって。ここだ。正しく待機しておればよいもの。あの太子寺にやられると。ここだ。早急にあやつらを止めるのだ。出陣する。開門せよ。よし、敵をおびき出すことに成功した。策勇と節礼を倒し祭り王城を確保せよ。これで祭り王城は我が軍のものとなった。次は竜陽のいる本陣を目指すとしよう。これより先へは行かせぬ。やつを使いこなせば軍に笑われる。勝手に出て無様に負けるなど許さぬぞ。素晴らしい形や。これ以上は持たぬか。
な将と共に戦えればな。いや、今は敵同士、次こそは勝ってみせる。太子神明、足をかかせおって本陣へ戻れ。お前は私の盾となるのだ。兄上、お待たせしました。これよりは私も参戦いたします。なんで貴様ら、ここは絶対に渡さぬぞ。これで敵の士気も下がろうて。さて、わしらは裏から敵本陣を目指すかの。殿になられ、皆殿の戦ぶりに引きつけられた。ならばその露払いこそこの老骨の役目、功を含めず命すらも惜しくはありませんぞ。かかったな。今のお前たちは袋のネズミよ。なんとか太子氏を退けたか。さあ、敵本陣へ向かうとしよう。これが最後だ。一個の武人として勝負を挑もう。閉じ込められたか。急ぎ敵を倒し脱出せねばの。俺が悪かった。降伏する。貴様、俺を、いや、竜陽様を裏切るのか。まだ死にたくねえ。あんたたちの仲間にしてくれ。潔く負けを認め引くとしよう。いずれお前とは共に戦いたいものだ。ここだ。門が開いたか。いざ竜陽のもとへ。ここだ。ここだ。やりましたな、孫策殿。竜陽殿、すまぬ。俺は武人として、男として堂々とありたいのだ。故に今日からのこの命、孫策殿に預けるのだ。ありがとよ、太子爺。見よ、孫策。これが君の地、そして君の将兵だ。ああ、ようやく実感が湧いてきたぜ。俺は立ったんだな、孫家の長として。みんな、今天下は乱れちまってる。正直この先どうなるか分かんねえけど、いや、だから俺はお前たちと一緒にやれるところまでやってみて。行くぜ。後藤五軍に孫家あり。俺たちは孫武だ。おー
孫策と彼と共に戦う将兵らは瞬く間に江東五軍を制圧。孫吾の名は群雄割拠の世に広く知られるに至った。その後孫策は劉備らと共闘し皇帝を戦勝した袁術を討つ。破竹の勢いで進む孫策を人は誰からともなくこう呼んだ。小覇王、いにしえの英雄覇王項羽にちなんだ名であった。それから4年、中原に力を得た曹操が河北の雄袁紹と対立。両者は関東の地で大規模な決戦を始めようとしていた。今こそ好機、孫策は曹操の背後をつくべく立ち上がる。帝を救い中原に地を得れば孫吾の勢いを遮るものはない。夕日の機会を前に孫策、周瑜、孫権、周泰の息も高まる。しかしそこには不吉なる影が忍び寄っていた。周傭兵、参る。あっちゃん、逃げられちまったか。今夜は肉なしだぜ、周瑜。って、あれ周瑜、おい、剣、周泰。ちゃ、どこ行っちまったんだ。孫策。ん？五軍を制し、小覇王などとおごるか。虚構か。それと誰だ、じいさん。振り返るがいい。力でまかり通った己の道を、恨みの声、怒りの炎、渦となっていよう。貴様はそれらに飲まれ、ここで果てるのだ。おい、なんだよお前、さっきから。周泰、やが
が降ってきやがった。それでここを抜けねえとな。余計ならば指揮する将がいるはず。見つけ出して倒し、この矢を止めよう。連れて行く。孫作、兄上。貴様の道はやがて波動と、そうするとぶつかる。わからぬか。覇者たりものが並び立てば、乱世はそれだけ深まるのだ。なら俺が他の奴ら全部ぶっ飛ばしてやるぜ。愚か者め、不吉よ。あとは頼んだ。よかろう、キョコ。乱世を憎むその願い、このわしが聞き届けた。滅せよ、乱世の獣ども。勝利は目前だ。敵を駆逐しろ。曹操の兵だ。この状態で曹操軍などと戦えるはずもない。今は孫策の治療が最優先。急ぎこの地を脱する。私と周隊で曹操軍の目を引きつける。周瑜は兄上を連れて感動を抜けよ。すまない周隊、孫権殿を頼むぞ。羽橋を渡り、正面から敵に当たろう。中隊、兄上のため力を貸してほしい。承知しました。無駄足お疲れさん。何が、この先へは行かせねえんだわ。
敵を倒し跳ね橋を下ろされた。オープンレールは立っておきたかったが、どこまでも正義士が見つかったせいか、愚かなことよ。おお、大したものよ。よかろう。ならば今しばらくあがいてみるがいい。跳ね橋を下ろせるな。さあ南へ向かうぞ。拠点を落とし敵の目を引きつけるのだ。戦の戦でも俺様は必要とされてるんでな。悪いが今日の勝負はここまでだ。確か感動の上は見通しが悪かった。そこに敵が潜んでいたら兄上が危ない。ならばここは派手に暴れるぞ。気を全て私に引きつければ。やるな、大したもんだぜ。よし周隊、その調子で進むのだ。一人でのこのこ現れるとは、こっちでも遅いぞ。なんという強さ。ここは引く。感動を抜ければここを脱出できる。それまで耐えてくれ孫作。ああ、これぐらいなんてことねえぜ。孫健様、シュータロー。そうだな、お前がいてくれるなら私は安心して戦える。お、やっぱりここに来たか。俺の勘今日も冴えてんぜ。これで敵の奇襲は防げたか。兄上がご無事であればよいが、いや悩んでいても仕方がない。私の力で兄上をお救いする。俺はこんなところで終わりに。そこをどうしてもらうぜ。やはりここへ来たか。勝破王孫策、神妙にせよ。あと少しか。どうぜ。やるな、大
兄上をお連れし、早くこの地を脱しよう。兄上、ご無事ですか。ケン、来てくれたのか。悪いな、このざま見せちまって。よし、集隊、その調子で進むのだ。よし、なんとか窮地は脱したな。しかし、虚構、あの男が曹操と通じていたとはな。孫作殿の一味、波動などと。ふざけよって、兄へ売るような真似をし、あのまじない島で用いるとは。浮きつ、とか言ってたな。孫作、くそ、まじないもバカにならねえな。ケン、親父は俺に孫家を託してくれた。今度は俺がお前に孫を託す番だ。何を言うのです、兄上。任せたぜ。孫策を襲ったのは曹操と通じた虚構の一味であった。孫吾の将らはこれを退けるも、戦での傷が元で孫策が倒れる。これを受け、孫策に工事を託された孫権は周瑜と協議、孫策の命を最優先とし、巨匠への進行を断念した。この異変を聞いた孫策の妻大凶は夫の身を案じ軍営へと急行。しかし孫策は原因不明の病に伏し、生死の境をさまよっていた。周囲はこれを先の戦に現れた同志浮津の呪術によると判断。そのまじないを断つべく、浮津が住まう遊郷へと足を踏み入れる。幻惑の地に向かう周囲、孫権、大凶、太子寺。孫策を失いたくない、彼らの思いは一つであった。孫吾の知遊が怪異なる敵に挑む。孫策の容体は変わりません。もうずっとうなされてばかりで、浮津という名を呼んでいました。ものすごく苦しそうな怖い声で。やはりあれはただの傷ではなさそうです。おそらくは浮津なる同志のまじない。まじない、そんな。いえ、むしろ希望があります。まじないならば術者を撃てば消えるかと。その浮津という人を撃てば。わかりました、私もご一緒します。なりません、どのような危険があるか。ご一緒します。まったく似た者夫婦ですね。一度言い出したら決して引かない。わかりました、共に行きましょう。しかしくれぐれもお気をつけて。浮津なる同志を討ち、孫策へのまじないを断つ。全軍城内へ進軍せよ。私は本陣を守るわ。みんな無理せずお願いね。何や
怪しげな霧が。警戒しつつ進め。なんだか辺りが白くなってきたな。負けない。我々の到来を予期していた。だが構うことはない。このまま進もう。昭和王の共柄よ、去るがよい。あの男はこのまま果てるのが世のためだ。私、頑張ります。消えた。奴の容器はまだある。手分けしてユキツを探すとしよう。お見事な戦ぶりです。尊貴の兵たちか。お前たちの痛み思わんではないが。我が力の源である壺を壊すと。これでは奴にかけた術が弱まってしまう。命を落として我が元へ来るか。よかろう。ならば死ぬがいする。まだ来るか。ならば今一度我が術でもてなそう。お見事な戦ぶりです。長年磨いてきた知略、味わうがよいぞ。まやかしに付き合う暇はない。消え失せよ。ダメだ、どうしようもねえ。時にひるむ俺たちではない。まやかしなど打ち砕いてくれん。大きな野心は大きな犠牲を伴う。あの男の姓は万人の災いとなるのだ。Thank you.
を断つことこそ世のためなんだ。待つとしよう。やはり引かぬか。ならばウムラにはここで死んでもらおう。先行で報いましょう。ない幻ばかり。孫策のまじないを解く。本体を倒さねば。よう、お前ら、そう無理すんじゃねえぜ。俺はもう天下を取るのはやめたんだ。情けない姿をお見せしてしまいました。ご助力感謝いたします。できました。
怒ったのは初めてです。絶対絶対さあ許しません。殺してください。一人とは戦を知らぬ素人と見える。そうまでしてあの昇波を生かしたいか。あの力はソーランを糧とし、いずれ天下を。黙れ！貴様の妄言など知るか。私たちは兄上が必要なのだ。ウヌラもそうやって乱世を深める愚か者か。これもまやかしというのか。だが、奴が放っていたまがまがしい気配は消えた。なるほど。奴の存在そのものがまじないだったということか。ならば、それが消えたことで孫作も救われるだろう。さあ、皆孫作のもとへ帰ろう。よう。孫作様。悪い、大凶。心配かけちまったな。本当です。でも、よかった。兄上、これからはまた兄上のもとで戦えるのですね。いや、悪い。まだ体に力が入らない。それに、俺は後を頼んだって言ったろ、ケン。ですが。悪いな。もう少し寝かせてくれ。シュウ、ケンを頼んだぜ。やるしかあるまい。